いや今日だいぶ冷え込んでますね。めっちゃ寒いね。これからどんどん冷え込んでく季節なんでね、バイク女子はメッシュジャケットから、まあ、ダウンジャケットとかにねなったりとか、嫁さんはねボンバーマンから月面着陸へと変貌を遂げる時期でありますけども、嫁さんって無駄に異名が多いんですよね。それはあなたのせいだよね。白ボンから月面着陸、あとパシフィスタっていうのもありましたね。これからどんだけ増えていくか、冬眠に差し掛かる時期だから頑張ってね、乗り越えていきましょうよ。はい、はい、というわけで今日はね、嫁さん企画というか、行きたいとこがあるっていうね。行きたいところってなんだ、珍しいなっていう。そうだね、あまりにもしょぼかったらあれ、もうお蔵入りやがんね。これ多分平気だよ。もうそれで何本お蔵入りしたかってんだ。まあ多分今回はね大丈夫じゃないかなと思うんだ。あ、顎ひもしてなかった俺。ダメじゃん、叩かれちゃう。まあどんなところに連れてってくれるのかっていう話ですよ。いや、いいところですよそりゃ。いや、いいところってラブホとかに連れてってくれるとか、そういうサプライズないとちょっと納得できないな。なぜ旦那に内緒でラブホ連れてってみた。いけるかもこれ。これいけるな。で、亀甲縛りでもね、サルギツワでも目隠しでも何でもやってください。 SM クラブじゃねえ。てかさ、いつなったらここのマフラー変えてくれんの。マフラー、まあまだちょっと手が空いてないというか、手が空いてないんだよね。じゃあそのゲームする時間をさ、やめればいいんじゃないですか。違うんだよね、そんな見た目だけど、そのマフラー5万円もしたいよ。でもな、好きじゃないからな。で、うるさいしさ、見た目もそんな好きじゃないし。いや、違うんだよね、もう。違うんだよ。そんなポコポコしなくてもね。いや、違うんだよね。何が違うのかはわかりません。もう俺も。で、いつ帰んの。ちょっと待ってもらっていい。今月中には帰る。ここです。豆腐屋、豆腐かい。何ここ。ちょっとね、来てみたくてさ、そしてたまにはいいかなと思って。豆腐かいっつのはあれか、迂回系列のあれか。あ、そうそうそう。豆腐じゃ腹いっぱいならんよな。いや、でも雰囲気はすごいね。雰囲気は、うん、私のおごりです。おごりってか家の金じゃねえかよ。たまには贅沢しましょうよ。行ってみます。はい、行ってみましょう。すげえな、しゃれてるな。ね、でも来てみたかったんだよね。個室が良かったね、これだったら、ね。そうだね。そこはちょっともうちょっと撮影のこと考えてもらっていいですか。これはちょっと計算ミスだった。美味しいです。うまいね。うん、たまにはいいでしょ、ヘルシーでさ。たまにはね、豪華に行ってみようかなと思ってさ。これですよ、私が食べたかったの。それは何ですか。ごま豆腐です。このもちってした感覚がさ、すっごいうまいのよ、マジで。へー、うん、うめえな。うまいっしょ。うん、バラチラシ、ね、バラチラシ竹に入ってるよ。アナゴがね、ちっちゃいけど、ほんとふっくら味もしみててね、美味しいよ。何ちょっと具体的に言ってんだよ。普通にもあったっす。よかった。変化球投げてくるかなと思ったけど、意外とまともだったな。いつも頑張ってくれるからね。あ、感謝の気持ちね。感謝の気持ちを込めてさ、それもあるのね。たまにはいいところでね、雰囲気を味わいながら美味しいもの食べようかなと思って。どうですか。どうですかって言われたら、まあ、うん、美味しかったですよ、普通に、はい。そうでしょ。うん、まあ、強いて言うなら、うん、高い。豆腐にこんなにしますかっていう。あ、そういえばちゃんとカメラ回ってるよね。回ってる、これ回ってる。プレゼントあるんだ。え、何その封筒。どうぞ、プレゼント。何も書いてませんけど。サプライズプレゼントですよ。なんで今カメラ確認したの。やっぱり、あのカメラの前でやった方がいいかなと思って。カブのマフラーの見積もり書だろ。カブのマフラーだろ絶対。あ、そう、さっきそういえばなんか確認してたら、なんかカブのマフラーどうだって言ってたな、急に唐突に。だってあれはさ、唐突に もともとさ、嫌だって言ってたじゃん。焼けたくねえなー。でも開けなきゃ進まないやろ。うん、いや絶対カブだろ、絶対これカブのマフラーこれで俺この予想外したら、ブーメランパンツでバイクで爆走すっから。これマジでそんなこと言っちゃっていいの。いやいいの。
自動車注文書。はい。自動車注文書。はい。N ボックス。はい。え、何この見積もりは。見積もりっていうか注文書って。注文書？うん、そうだよ。注文書だよ。買ったん。うん。出かけるときいつもレンタカーとかだったじゃない。だから子供も大きくなってきたし、そろそろ車買ってもいいかなと思って。うっ、死ねばいいのに。東京で車いるか。公共交通機関があるじゃないですか。あったら便利かなと思って。近くにレンタカー屋あるし、行きます。うん。え、新車？新車じゃないよ。あ、中古だな。うん、中古か。うん。へぇ、探したんだよ。今まであなたがやってきたことをね、そのままそっくり返した感じだね。何か言いたいことでも。これほど因果応報なこともなかなかないなと。あ、そういう感じね。そういう動画ね。なるほど。あなたがやってきたことと同じことをしてるはずなんだけどな。多分そうした方が喜ぶかなと思って、見てる人たちもね。車買うのはあれとしても、運転できるの？実家帰った時には運転してるよ。いや、実家っつったってあなたの実家ね、死者購入したらタンザニアじゃん。ここ東京よ。田んぼのあぜ道走るのと全然違うからね。今まで人生の中で車の運転してるとこ一回も見たことないからね。練習すればできるよ。東京とタンザニアじゃ全然違うからね。いや、でもさ、練習終わるまではやっぱりね、あなたかな。いや、自分買ったんでしょ、なんで俺が運転すんの。いや、だからプレゼントです。あ、俺に、うん、記念日でも何でもないのに。プレゼントですよ。俺の何の記念日でもないのに。はい。え、記念日は毎日が記念日ですよ。薄っぺらい名言やな、本当に。何それ。前にさ、あのファミリーカーみたいなあったらいいよなって言ってたじゃん。記憶にないレベルで結構前の話だね。何言いましたの？何言う？青。青か。うん。あなたが乗るなら青がいいかなと思って。俺のイメージから青って誰が出たの？おー、 N ボックスやな。路上で見すぎて何の感想もねえわ。いや、なんだかんだお腹いっぱいだったな。そうでしょ、美味しかったでしょ。普通にうまかったけど、メインはそこじゃねえなっていう。あ、そうかな。あ、そうかな。やっぱりさ、あの重大発表するならいいところで発表しようかと思って。大丈夫か？絶望的な運転です。車運転大丈夫なのか、それでも。てっきり俺そのマフラーの見積もりかと思ったんだけど、ね、全然違った。まあ確かにな、今までずっと、まあ、レンタカーで済ましてきてたってのもあるけどな。コスパ的に言ったらそんな乗る方じゃないじゃん。まあちょっととりあえずやってみて、ダメだったらそんな軽い買い物じゃねえだろこれよ。昔ニコニコレンタカーで5センチぐらいの傷つくった時に6万ぐらい請求されたからな。まあ、傷つくった俺が悪いんだけどさ、10万キロ着走ってるようなオンボロのタントに6万とかありえねえだろっていう、1時間ぐらいごねたもんね。そんなにごねたの？うん、金だけ取って直さないだろっていうさ感じの車だったから。結構じゃああったのね、傷が。もともと10万キロ着走ってんだよ。傷も結構あったんだよ、もともと。それ以来俺アンチニコニコレンタカーだから。じゃあやっぱりいいんじゃないか、あの自家用車買ったら。でも運転大丈夫なの？ちょっと練習しないと怖いな。俺ちょっと心配なのはさ、車なんて買ったらカブ乗らなくなるんじゃないかっていう、そこが一番ちょっと心配してるところであるんだよね。やっぱり車が一番とか言い出したら、まあちょっと俺も困っちゃうわけよ。夫に内緒でカブ売ってみたとか、そういうのやめてよマジで。それいいね。やめなさい。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あちゃんちゃんバリバリ、ちゃんちゃんバリバリ、あちゃんちゃんバリバリ、ちゃんちゃんバリバリ。